食事で摂取した脂肪分やビタミンの消化吸収を助ける黄褐色の消化液胆汁は肝臓で1日に600から 800ml 作られ、十二指腸に排出されます。その時に胆汁が通る管を胆管と言います。胆嚢は胆汁を濃縮して貯めておくリザーバーのような働きをしています。食後などに胆嚢が収縮して胆汁を排出します。川崎幸い病院外科原義明です。よろしくお願いします。胆道に結石ができる病態のことです。胆道とは肝臓から分泌された胆汁の通り道のことです。胆管、胆嚢、十二指腸乳頭部の3つに分けられます。結石は胆汁に含まれる成分が結晶化し固まったものです。胆石ができる部位によって名前が変わります。胆嚢にできれば胆嚢結石、胆管であれば胆管結石、肝臓にできると肝内結石と言います。それぞれの占める割合ですが、胆嚢結石が胆石症の約 80%、 胆管結石が約 20% です。そして肝内結石は約 2% とわずかです。明確な原因は判明しておりませんが、コレステロールの取りすぎ、胆嚢の収縮機能の低下、細菌による感染や遺伝要素の関与などが関係していると考えられています。傾向はこの4つの F で示すことができます。また脂質異常症、食生活習慣、急激なダイエット、胆嚢機能低下、腸管機能低下などの方にできやすい傾向があります。右脇腹、あるいは溝落ちや背中が痛むこともあります。その他、おしん、おう吐などの症状もございます。胆嚢の中に胆石があるだけで無症状の方もいらっしゃいます。大まかに内科的治療と外科的治療に分けられます。内科的治療には胆石を溶かす薬を服用いただく胆石溶解療法、内視鏡を使って胆石を取る内視鏡的胆管結石除去術などがございます。外科的治療には胆嚢摘出手術があり、現在は腹腔鏡を使った腹腔鏡手術が主流です。胆嚢は一時的に胆汁を貯めておくリザーバーのような働きをしています。胆嚢がなくなっても胆汁は肝臓から胆管を通って直接腸に流れるので消化吸収には問題ありません。ただし摘出後、特に脂肪の多い食事をとった後など、排便回数の増加や軟便や下痢となることがあります。下痢を生じても徐々に改善していく場合がほとんどです。生活習慣病に気をつける。コレステロールや脂肪の多いものの摂りすぎに注意し、規則正しくバランスの取れた食事をとる、アルコールやコーヒーの摂りすぎに注意するなどがございます。当院は高齢の患者様、心臓疾患などの併存疾患をお持ちの患者様も多くいらっしゃいます。それぞれの患者様の状態に応じてきめ細やかな治療を心がけており、ほぼ合併症なく手術を行っています。胆石や胆嚢のことでご不安のある方はいつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。